企業のおための犬になってる。先月免許取得して中古探しに行ったら、見た瞬間に即決した。かっこいい、マジで。そしてセルを踏むと走り出す。マジでちょっと感動。しかもスポーツカーなのにオートマだから、操作も簡単で良い。 NA は力がないと言われてるけど、個人的には速いと思う。ターボと比べればそりゃちょっとは違うかもしれないけど、そんなに大差はないって店員も言ってたし、それは間違いないと思う。ただ坂道とかで止まるとちょっと怖いね。オートマなのに前に進まないし、速度に関しては多分ターボも NA も変わらないでしょう。ターボ乗ったことないから知らないけど、ダービーがあるかないかで、そんなに変わったらアホくさくて誰も NA なんて買わないでしょう。的には NA でも実分に速い。嘘かと思われるかもしれないけど、東関東自動車道で140キロくらいでマジで 33GTR を抜いた。つまりは GTR ですが、 GTO の NA には勝てないというわけで、それだけでも個人的には大満足です。